はい、お疲れ様です。山です。コントロール続きやっていきます。さあ、サブミッションやっていくんですけど、これはアリッシの元同胞が身につけていた袋、なんか首の周りに巻いてるみたいなの言ってたよね。ネクタイではなくて。はい。で、まあミッションを受けたら倒せてあるから、もうみんなダメってことっすよね。はい。で、彼らは全部ね、この今の階にいるんですよ。階層かな？メンテナンスセクターね。はい。これまあ一個ずつやっていきましょうか。人型だよね。どんなタイプなのかな？左のやつ邪魔だな。敵がバッて出てくるんじゃないの？倒せだよね？お、お？あれか。避けるんですね。あれは、誰だっけ？あいつ一緒だね。OK。飛ましタイプね。見えない。はい。あと、これ当たんないんだ。どうした？仕掛けては。ダメだな。連射系はダメだな。まあ、一発当てるごとに集中しましょう。まあ、全然効いてる気がしねえな。何もしてこないんだね。あ、ヘッドショットかな？倒した。何もしてこないんだ。え？どういうこと？仕掛けてこなかったね。しかも単体でしたね。じゃあ次は、空調。近く空調行ってみましょうか。全部、ファーストトラベルですぐ行ける場所にありますね。ファーストトラベル、あ、コントロールポイントのすぐそばですね。次は空調ですね。真ん中かな？これの？空調、ここではないか。知らないね。すげえロードが入る。わお。あ？味方。蝶がいた。しかも回復するんだ。回復するってことは、いたね。あれはやらないとダメですね。逃げた。ちょっと待って、蝶が寄ってきてる。ちょっと離れたいけど、離れようか。二つある。近い。はい。チャージ中。やった。蝶。おお、蝶、お前。なんか追ってきた？蝶だけだね。蝶と、あれか。どうした？倒しはないか。OK。味方がいた。ありがたい。大丈夫。何も言わず。仕事ですからみたいな。強いね。どこ行くの？さあ、これもどうにかしないとね。アンダーヒル博士だっけ？で、次が、次は、どうしようか。隣行こうか。ブラックロック処理場。
アトラスの部屋か。右上のアトラスの部屋に行きましょうか。からの、ブラックロック処理場で。うんうん。いきなり始まったんだけど。待って。そうか。その場所に来たからか。いきなり始まっちゃったね。痛い。ガイ、やめてくれよ。おお。これ、サルバドールみたいな感じだね。おい。おい。すごい熱くなってるね。あ、敵が湧く。上にいるね。はい。おい。おい。寝た？そんなでかくなっちゃって。すごいね。おい、あ、すごい。この能力欲しいな。おい、ここどかね。で、次は、南に行ってブラックロック処理場に行きましょう。さあ、この先かな？あ、やってるやってる。スポンスポンって。はい。ハザード。お前単体か？痛そう。こいつ動きが遅いから、なるだけヘッドショットを狙いたいところではある。待って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 、お返しする、お返しする。お返しした。うえぇ。おい。はい。あった。まあ、今までのボス、だね。トマシとか、ここで出てきたやつは、そう、ここで出てきたさ、透明化の敵見ないな、あんまり。実は普通に倒してんのかな。あ、ここ、そういや。いけた。はい。いけたね。これでいけるんだ。うん。ちょっと行っとく？寄り道。うん。うん？サーフボード追記。これも変貌アイテムでしょうね。はい。これは、サーフボードの変貌アイテムか。グルーのサーフボード。はい。これを、盗んだんだ。多分、ここで管理してるものを、守衛さんが盗んだっぽいね。で、これに触れると、とにかく自信に満ち溢れるんだって。で、性欲も増進するし、まあ、全能感に溢れちゃうと。うん。で、まあ、例のごとくちょっと文字が切れてますけども、最後は、まあ、悪態をついてますね。うん。っていうね。うん。変貌アイテムなのかな？まあ、変えてるという意味では、そうなんでしょうけどもね。さあ、パソコン扉は、まあ、ショートカットというか、うん。ここに戻ってくんだね。はい。で、ああ。この通路はなんか意味あんのかな？ここで今ね、やったんだよね。敵と戦ったんですよね。まあ、いいか。じゃあ次は、冷却ポンプ行こうか。下のね。はい。お、
あれもいけんのか。今ね、冷却ポンプ向かってんすけど。これは、ショートカットかな？あ、でもここ、中から来れなかったよね。普通に来ようとしても来れなかったよね。すげえ。侵食してますね。汚い。これあれかな？この化け物の粘液かな？またこれ後にする？いや、戻ってくの大変だよね。いや、意外と？いいか。いいよか。敵が出てきたら戦えばいいわけだし。なんもないけど。そこを渡るのかな？おい。普通の敵っすね。いただけない。ちょっと遠いね。微妙に遠い。まだいる。おお。こいつら相手にはね、あんまり、一箇所を見続けない方がいい。おお、重たいね。やばい。遅かった。お前らがいるからな。待って、めっちゃ来るじゃん。こいつらは粘土でもいけるんですよね。まだいる？すぐそこにいたわ。やめて、やめて。お。トマシマジで トマシではないけど、あのタイプが一番嫌いだな。壁。なんでしょうね。あとあれか。お疲れ様です。回収して、まあ多分ここには出てこないでしょうから、下に降りていきましょうか。これはまあスルーで。上に陣取りたいから、とりあえずここら辺降りていこうか。早い。あのタイプか。ここで出てくるんだ。隠れるタイプですね。ここにいるっしょ。近づいてこようとしてる？どこだ？あそこか？あ、いたね、いたね、いたね。多分あれだよね。ちょっとズルだったかな。はい。あいつは飛べないんだね。さあ、これで、あ、あとトムソンか。トムソンがブラックロック採石場にいるから、そこに行きましょう。おお、まだいるんだけど。
こいつらずっといいのか。めっちゃ巻き上げてんな。ただこいつらでさえも、飛んでしまえば、おい、ちょ待って。それは聞いてない。あ、ここでトムソン出てくるんだ、マジか。ちょっと待ってね。トムソン、もっと奥に行くのかと思った。入ってこないの？入ってこよ、おお、これ持ってるんだ。これ持てるんだ。回収ない？回収ないね。はい。お疲れ様でーす。あ、で、奥にさ、エレベーターあったんだけど、あれも行けるよね。いろいろあるな。まあ、とりあえず報告しましょうか。よく出てきたね、トムソン。はい。なんか考えてますね。さあ、友達の仇を撃ったんで、友達？同僚だよね。はい。Here are the pouches. I found six. Well, that's all of them. Not counting mine. Well, I guess I'll just have to wear all of them. It sounds sappy, I know, but that's all I can think to do. Nothing's easy with the hiss.Is it rude to ask what's inside? What's inside the pouches? Too late now. Now the story's confidential, but, well, I guess I can tell you, being the director and all. So, the Bureau had heard rumors of a werewolf gathering upstate every full moon. Us being rookies, they sent us to confirm it was bullshit. Hold on, is he about to tell me werewolves are real? Turns out, there was an altered item that was creating violent gravitational anomalies during full moons. Oh, man.Well, to remember the occasion, we all bought silver bullets to wear around our necks, just in case we ever ran into another werewolf. So why did you leave the Rangers? Thought I could do more good here. As somebody's got to protect the people who protect everybody else, right? まあ、新人時代の、まあ、衝撃的な事件を忘れないようにっていうことですかね。はい、ということで、じゃあ今回はこれで以上です。なかなかすぐ進まないんですけど。じゃあ次回は、毒をね、なんとかする方法を学びたいんで、解毒薬だっけ？アンダーヒル博士の、あれ行きましょうかな。地下に潜るんだっけ？さらに。行きましょうかということで。はい。ありがとうございました。